はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのはこちらはスクリューマウントタイプですね。 L 型スクリューマウントの、バルナック用のレンズですね。こちらは、ライカではないんですけどキャノンのレンズの、50mm の F1.4 になります。非常にね大きい大口径のレンズになっております。はい、こちらにはリアのレンズキャップ付属してますね。こちらかなりね大口径になっておりまして非常に明るいレンズとなってます。はい、でまずは外観から。綺麗ですね。特に問題点ないですね。特にフロントフェース部分も特に歪み等はないですね。はい、非常に綺麗です。問題ないです。はい、はい、あとは動作的なものはこちらはヘリコイド問題ないです。こちら当店でね清掃してまして、その後ヘリコイドグリス交換してますので問題ないです。はい、無限のロックもパッチリいきます。はい、あと絞り関係ですね。はい、こちらもスムーズです。グリス塗ってますので非常にスムーズです。カチカチと小気味いい音でねきっちり地表のところで止まってくれます。はい、あと絞りですね。はい、絞り羽も非常に綺麗です。油浮きなどなく問題ないです。はい、光学系なんですが吹き傷も、まあ、吹き傷はまあね古いものなんでね少しはありますけど、コーティングもねしっかり残ってますし、中の曇り等もねほとんどないんで、実際にね撮影をしましたが特に影響を及ぼすものはなかったです。はい、まあ、キャノンらしいね写りをしてくれまして、やっぱね F1.4 なんでかなりねボケてくれますので、まあこのその辺はね好き嫌いがありますが、それはねそれでしっかりF 開放値で撮ってもまあしっかりしたボケですので、まあそれはそれでいいんじゃないかなと私は思いました。まああと絞っていけばね、まあキャノンらしくしっかりかっちりした描写をしてくれますので、まあまあ面白いレンズです。ね、F1.4 と大きい大口径の大光量のレンズなんで、まあ、他のねライカレンズに比べればお安く買えますので、大口径のレンズをお探しの方にはおすすめではないでしょうか。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。でよろしくお願いします。